左に2号墳、右奥に1号墳三津城、古墳三津城古墳の1三津城古墳の空中写真国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。三津城古墳は広島県東広島市最上中央にある古墳3期の総称、国の史跡に指定されている。一号墳は広島県では、 最大規模の古墳で5世紀前半頃の築造と推定される。広島県中部最上盆地南園の八幡山から北に伸びる丘陵先端部に映像された古墳群である。これまでに1954年1987から1991年度に発掘調査が実施されている。3基のうち特に1号墳は墳丘町。 約92メートルを測る、広島県内では、最大規模の大型前方公園墳である。古墳時代中期の秋地方を代表する、主張墓と位置づけられ、特に、仙台旧寺本儀、国造本儀に見える阿儀国造と関連づける説などが、挙げられている。また、二号墳は、直径25メートルの円墳で一号墳の、先行古墳であり、三号墳は二号墳の、 区画修行の中に築造された古墳時代後期の大円慶墳である。三期の古墳域は1982年6月3日に国の史跡に指定されている。現在では保存復元工事の上で三津城近隣公園として公開されている。一号墳は三津城古墳群の主墳。形状は前方公園墳。墳形は 前方五円形で前方部を東北東方向に向ける。噴球は三段畜生。古墳の規模は次の通り。噴形は、作り山古墳の相似型とする説があるほか、噴球町は、広島県内では、最大規模になる。噴球表面では、吹石のほか、円筒派庭列、継承派庭が認められる。古墳全体としての埴庭の総数は、 約1800本に及ぶ。噴球の左右首レブには作り出を防し水気、弾きが出土している。また、噴球周囲には深さ約1メートルの集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は、公園部噴町における箱式石棺3基である。3基のうち2基は、石棺の周囲に石を組んで、外角を作り二帯し置くという。 独特の二重構造として構築されている。残る一基は通常の石棺埋葬であるが、石棺の外側に副葬品埋納用の庫を伴う。各埋葬施設からの出土品は次の通り。築造時期は古墳時代中期の5世紀前半頃、特に TK73 形式の末期の出土から412年頃の築造と推定される。二号墳二号墳は、 一号墳の西にある古墳。形状は円墳。墳形は円形で直径約25メートル、高さ約4メートルを測る。墳球表面で吹き石が認められるが、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は墳長部における箱式石棺一基であるが、早い段階で石棺は失われているため詳細は明らかでない。 築造時期は古墳時代中期の5世紀前半頃で1号墳にやや先行すると推定される。3号墳3号墳は2号墳の西側において南側丘陵と2号墳を区切る溝の中にある古墳。形状は大円形墳。墳形は大円形で長径約8メートル、短径約4メートル、高さ約1メートルを測る。主体部の埋葬施設は 箱式石棺で長さ約1.5メートル、幅0.2から0.5メートルを測る。石棺内で副装品は認められていない。築造時期は古墳時代後期の6世紀前半頃と推定される。所在地交通アクセス関連施設周辺3都城1号墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。